はいどうもこんにちは、グッドカーラスチャンネルのゼミタです。ということで今回はホンダ新型フィットの不満点改善編をお届けしていきたいと思います。現在私が所有している車は2台あって、そのうちの1台がホンダ新型フィット。普段は街乗り用で使っているんですが、やっぱり細かい不満点があったり、いつも使うからこそ気になるところもあります。そこで今回はエンラージ商事さんの製品を取り付けて、さらに快適な新型フィットにアップグレードしてきました。中にはディーラーオプションと全く同じ機能を持つあの商品もより低価格で手に入れることができます。なので新型フィット検討中の方は必見です。では早速見ていきましょう。今回はホンダ新型フィットにエンラージ商事さんの商品を3つ取り付けてもらいました。ということでまず1つ目がこちらになります。フィット専用のロック連動ミラー格納キットとなります。ドアロックとかアンロックに応じてドアミラーが展開したり収納されたりするっていう結構便利な機能になります。でディーラーオプションでも付けることはできるんですけども、今回のエンラージ商事さんの商品を付けた方が安上がりになります。このホンダ新型フィットのディーラーオプションとしては1万1000円で用意されてはいるんですけども、今回の商品まず金額からお伝えをすると6980円で購入することができます。まずこれが一つ目のメリットかなと思います。しかもカプラーオンですから、まあ普段 DIY とかこういうカスタムされない方でも、まあ、説明書をしっかり見ながらやれば、まあ、できるということで、工賃代も浮かすことができるんですよね。で今回のロック連動ミラー格納キット、これ装着前の作動状態も皆さん大体わかるかなとは思うんですけども、事前に撮影しているのでこんな感じになっています。でドアをロックしてもアンロックしてもドアミラーっていうのはずっと開いたままになっていますよね。ですから内側のドアミラーの格納収納ボタンを押さない限りはずっと開いたままになってしまうと。まあ普段は別にこれでもいいんですよ。ただどういう時に不便かというと、例えば狭い駐車場なんかに行って隣に車がいるシーン、こういう時はやっぱりミラー畳みたいですよね。っていうのも乗り降りするのにもこのドアミラーの出っ張りっていうのは結構邪魔になりますし、しかも例えば自分が気をつけていたとしても隣の人が帰ってきた際にこの私の車のミラーに何かカバンであったり体を引っ掛けて傷つけてしまうという可能性もまあ考えられますから、まあ、そういう不要なトラブルを避けるためにもやっぱりドアミラーっていうのは狭いところでは特に閉じておきたいんですよね。ただしいちいちやっぱりドアミラーのボタンを押すのがめんどくさい、もうそういう方には今回の商品はすごくいいアイテムになっています。で実際に装着後の作動状態を今見ていきたいと思います。もうすでにこれは商品取り付けていただきましたから、今鍵がありますよね。これでドアをまずロックします。そうするとミラーにご注目ください。はい、こんな感じで今ハザードが1回点滅してドアロックされましたよね。それと同時にドアミラーもしっかり格納されました。そしてアンロックをすると、はい、こんな感じでドアミラーが展開されましたと。純正と同じ、全く同じ機能になりますから、この商品相当いいなと思います。ここの運転席のドアノブのリクエストスイッチ、これを押すことによってもドアミラーっていうのは閉じてくれます。ですから降りてそのままドアのハンドルにしっかりタッチしてから、こうやってミラーが自動的に収納されますから、もうこのままスムースに買い物であったり目的地まで行けると。2つ目のメリットとしてはスムースに乗り降りができるということになります。あとこの商品をつけて何がいいかというと、例えばドアがロックしている時はもう確実にドアミラーっていうのは収納されてますよね。ですからわざわざドアをロックしたかどうかっていうのをこのリモコンキーを押して確認する、そういう必要がないんですよ。離れていてもドアミラーが閉じていたら、あ、車ロックされてるなっていうことがもうこれで一目瞭然なので、そういうメリットも実はあります。ちなみに今回の場合は純正と全く同じドアをロックした時に収納、そしてドアをアンロックした時にミラーもこう展開されるっていう制御になっていますよね。ですが展開に関してはエンジンをオンにした時にミラーが展開するっていう制御方法にも変更することができます。ですから純正と同じ機能とは言いましたけども、実はそこよりちょっと上位互換の機能ではあります。それから新型フィットのオーナーさんでホンダトータルケアプレミアム、これに加入していればリモート操作っていうのができるんですよね。アプリからドアをロックアンロックした時もしっかりドアミラーも連動して収納されたり展開したりしてくれます。ですから実際にちょっとやってみたいと思います。今アンロックされていますのでロックします。
はい、これでアプリで今ロックしたんですけども、このようにミラー収納されました。そしてもちろんアンロックをするとこのように展開してくれるということで、まあ、アプリの操作にもしっかり連動してドアミラーっていうのは展開収納されます。じゃあ続いて2つ目の商品をご紹介したいと思います。次は車内に回っていって、で2つ目の商品がこちらになります。これもフィット専用のオートブレーキホールドキットになります。いや、これはね本当につけた方がいいです。まずブレーキホールド機能っていうのをご紹介したいんですけども、新型フィットには電動パーキングブレーキ、さらにはブレーキホールド機能っていうのが標準装備されています。これ何かっていうと、信号待ちの時とか、あとは渋滞が発生している時、停車している状態の時にブレーキペダルから足を離してもそのまま止まった状態をキープしてくれるっていう、結構街中では重宝する便利機能なんですよ。でこれは本当についてて嬉しいなと思ってはいたんですが、乗り降りするたびにブレーキホールドスイッチを押して起動させなければいけません。やっぱり毎回毎回操作するのめんどくさいですし、あとはエンジンのオンオフだけじゃなくて、ちょっと外に出るためにシートベルトを外しますよね。そうするとブレーキホールドが解除されてしまいますから、またこのスイッチを押さないといけないんですよね。まあこれくらいの手間は惜しむなよっていう声もあると思うんですけども、でもこのワンアクションが意外とやっぱりこのスイッチ一つ押すだけがめんどくさかったりするので、それを解消してくれるアイテムがこのオートブレーキホールドキットとなります。で実際にもうすでに取り付けていただきました。ですから作動の状態を見てもらおうかなと思います。まずエンジンをオンにしますよね。はい、そしてシートベルトを締めます。はい、締めました。そして次にシフトを D レンジに入れると、はい、こんな状態で今分かりましたかね。ここにブレーキホールドのアイコンが出ましたよね。私今一切ブレーキホールドのスイッチは押していません。車が勝手にブレーキホールドをオンにしてくれました。これが今回のオートブレーキホールドキットをつけることによってこういう制御がされます。はい、じゃあもう一度見てみたいと思います。まずエンジンスイッチを押しますよね。そしてシートベルト、これを締めます。はい、そしてシフトを D レンジに入れます。はい、今スイッチ押してませんよね。スイッチ押してません。はい、つきました。こんな感じで乗り降りするたびにわざわざこのスイッチを押す必要がない、もうこれは本当に嬉しいです。やっぱり普段使う車ですから、私このブレーキホールドっていうのはめちゃくちゃ使うんですよね。でもこのスイッチを押すのが結構めんどくさくて、もう一台乗っている新型レヴォーグなんかもあれメモリー機能ついていませんから、もうちょっとした買い物程度だったらもうブレーキホールドをつけないまま走ったりします。でもやっぱりせっかくついてる機能なので使いたいですし、そのやっぱりワンアクション減らしたいじゃないですか。もうそういう時にこのオートブレーキホールドキットはすごく役に立ちます。あとこれがついてることによって受けられる恩恵としては、ブレーキホールドのこの入れ忘れがないんですよね。これあんまり良くはないんですけども、このシステムが入ってると思って信号待ちの時なんかにブレーキペダルから足をリリースしてしまうと、車もちろん動き出してしまいますから結構危ないですよね。そういった誤作動みたいなものをこのブレーキホールドキットをつけることによって防げますし、それが2つ目のメリットになります。で先ほど言っていたシートベルトを外したら、もう純正のままだとブレーキホールドが解除されてまたスイッチを押さないといけないと話しましたよね。ですが今回のオートブレーキホールドキットをつけることによって、シートベルトを外すと一度解除はされてしまいます。ですが再びシートベルトをつけてシフトを D レンジに入れてやると、はい、これでオートマチックブレーキホールドスタンバイと出ました。システムがアクティベートされました。ですからこれ本当に便利なんですよね。もう皆さんにめちゃくちゃおすすめできるアイテムになっています。あともう一つ嬉しいところとしては、これすぐに純正状態に戻せるんですよ。でそれどうやってやるかっていうと、今エンジンが作動してます。この状態でブレーキホールドのスイッチを5秒長押しします。そうすることによって今ボタンします、これを5秒離しましたね。はい、離しました。そうするとこんな感じで今ブレーキホールドのこの作動状態のインジケーターが3回点滅しましたよね。これで純正状態に戻りました。でシートベルトを外してもう一度つけて
シフトを D レンジに入れます。そうすると先ほどは3秒後にブレーキホールドのアイコンが出ていましたけども、今回はこうずっと待っていても出ませんよね。ですからこれで解除されたことがわかります。でもう一度復帰させるためには同じくブレーキホールドのスイッチを長押しします。はい、こんな感じで今度はブレーキホールドオンオフのインジケーターが1回点滅しましたよね。これでメモリー機能ありのオートブレーキホールドになりました。まあこんな形で簡単に純正状態に復帰できるっていうのもいいところかなと思います。あとシフトを D レンジもしくは B レンジに入れた後にシステムが作動する間の秒数、これ標準だと3秒になっているんですけども、実はこの間の秒数っていうのも3秒から8秒でこう変更することができます。で取り付ける時にコントローラーがあるんですけども、そこの調整スイッチをいじることによって秒数が1秒刻みで変更することができます。今回のオートブレーキホールドキットに関してもカプラーオンで簡単に接続することができます。ですからこの取扱説明書、さらにはエンラージ醤油さんの YouTube チャンネルでどうやって取り付けるかっていうのは動画で確認できますから、まあ、非常に簡単に取り付けすることもできます。はい、ということで2つ目がオートブレーキホールドキットになりました。ではラストに3つ目の商品をご紹介したいと思います。ちょっと無駄に画角を変えてみましたが、はい、3つ目の商品こちらになります。これもフィット専用で車速連動ドアロックハザードキットになります。実はこのアイテム結構できることが多いんですよ。ですから順番にちょっとご紹介をしていきたいんですけども、まず1つ目が先ほど言った自動ドアロック機能になります。これは時速15キロ前後もしくは D レンジにシフトするとドアロックをしてくれるっていう機能になります。で私の場合は時速15キロになると自動でドアロックするように設定していただきました。これどういう時に便利かというと、例えばお子さんが後ろに乗っておられる時に間違って内側のドアハンドルを引いてしまったと、そういう時に鍵が開いていたらもうドア開いてしまいますよね。まあ、もちろんチャイルドロックの機能をオンにしておけば解除されていても開くことはないんですけども、でも走っている時に間違ってドアハンドルを引いてもドアが開かないようにしてしまうっていうのがこの自動ドアロック機能になります。しかもこの機能嬉しいところは、走っている時に強制的にドアを解錠してもすぐにまた正常状態に戻ってくれるんですよ。これ再ロック機能となります。そして2つ目の機能が自動ドアロック解除機能になります。これはシフトを P レンジに入れるかもしくはエンジンを切った時にドアが自動でアンロックしてくれるっていう機能になります。ですから乗り降り非常にスムースにできるようになりますよね。そして3つ目が急ブレーキ連動自動ロック解除機能になります。これは時速40キロ程度減速するそういう急ブレーキを踏んだ時に自動でドアロックが解除してくれるっていう機能になります。あとは衝突時自動ドアロック解除機能っていうのもありますから、例えば車の衝撃を検知した時はドアがロックしていても自動的にアンロックしてくれるっていう、こういう制御も入っています。安全面もしっかり配慮されていますし、このあたりも嬉しいポイントです。そして4つ目の機能がロック連動アンサーバックブザーになります。これ何かというと、リモコンキーでドアロックをした時にセキュリティアラームの音が1回水鳴します。遠く離れた場所にいてもリモコンキーでドアロックボタンを押すことによって、まあ、目で見えてなくても音でドアロックが確認できると、そういうシステムがロック連動アンサーバックブザー機能になります。そして今回取り付けていただいた商品はハザードキットありになっていますよね。これ何かというと機能が2つあって、まず1つ目がドアオープン連動ハザード点滅機能になります。まあ、名前の通りドアを開けた時にハザードが点滅してくれるっていう機能になります。例えば路側帯に避けて車から降りる際、そういう時にすぐ横車が通っていると結構危ないじゃないですか。でもちろんハザードをその時に焚けばいいんですけども、万が一忘れてしまったと、そういう時であってもドアが開いた瞬間にハザードが点滅してくれますから、後続車に危険を知らせることができますよね。自分の身を守るための安全システムにもなりますし、これも結構優秀な機能ですよね。
ラストはリバース連動ハザード機能となります。これはもう名前の通りシフトを R レンジに入れたらハザードが点滅してくれるという機能になります。これどういう時に活躍するかというと、やっぱり駐車のシーンですよね。ハザードを焚き忘れていた時でもシフトを R レンジに入れた瞬間ハザードが点滅しますから、外から見てあの車今駐車しようとしてるなっていうのがすぐわかるようになります。ということで車速連動ドアロックハザードキットの説明は以上となりますけども、機能によってはオンとオフを切り替えることができます。この機能は使いたいけどこれはいらないよねっていうことであればコントローラーで調整できますし、そのあたりカスタマイズ性には結構富んでいます。あと先ほどご紹介したオートブレーキホールドキット、これもカプラーオンで装着できますし、今回の車速連動ドアロック機能に関してもカプラーオンになっています。そして同時装着が可能になっていますから、このあたりも嬉しいところです。はい、ということで今回はエンラージ商事さんの商品を3つ新型フィットに取り付けていただきました。いやどれも素晴らしい機能でしたけど、私の中ではロック連動ミラー格納キット、それからオートブレーキホールドキット、もうこれは素晴らしい機能だと思います。新型フィットオーナーさんはもうつけて損ない機能かなと思いますし、快適性が段違いに上がりますから超おすすめです。で商品に関しては概要欄にリンクありますから、ぜひチェックしてほしいなと思います。はい、ということで今回はエンラージ商事さんの商品を3つご紹介しました。というわけでホンダ新型フィット不満点改善編はこれで以上となります。気になった商品はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。はい、この動画がいいねと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買いなのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。